いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手、ドジャースの最新情報をご紹介いたします。大谷翔平、1本塁打、4安打、1打点、2盗塁の大暴れで、53本塁打、55盗塁達成。直近4試合で5本塁打 &6 盗塁は史上初。8月10日以来の打率3割復帰。ドジャースは、9回土壇場で、 大谷とベッツの2者連発でサヨナラ勝ち5万730人が大興奮スタジアムが揺れた地区2位のパドレスとのゲーム差3を死守米大リーグロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が22日日本時間23日本拠地ドジャースタジアムで行われたコロラド・ロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場1本塁打2盗塁を決めて53本塁打 55投類としたこの日の大谷は5打数4安打1本塁打1打点の活躍で8月10日日本時間11日のピッツバーグパイレーツ戦以来の打率3割台に復帰した大谷の53号ソロホームランで9回に同点としたドジャースは続くムーキー・ベッツにもホームランが飛び出しさよなら勝ちを収めているドジャースの5番手のブレイク・トライネンが7勝目をマーク。 ロッキーズの6番手のセス・ハルバーセンはメジャー初黒星を喫したドジャースは劇的なサヨナラ勝ちでチクニーのサンディエゴ・パドレスとの3ゲーム差を守った24日同25日からは本拠地ドジャースタジアムで直接対決3連戦だ残り6試合負けられない戦いが続いていくこの試合の大谷は5打数4安打1打点2盗塁の大活躍だった連続試合安打を6に 投塁も5試合連続に伸ばした今季の通算成績は153試合に出場し611打数184安打打率3割1厘53本塁打123打点128得点55投塁失塁率3割8分3厘長打率6割4分 OPS は1.023となっている。前日21日21 日本時間22日のロッキーズ戦では手術後の右肘にデッドボールを受けるなどヒヤリとする場面もあった大谷3打数1安打2四球で9回には53個目の投塁を成功させて52本塁打53投塁としていたこの日1本塁打2投塁を決めて32連続成功の55投塁として2001年に一浪 マリナーズが樹立した日本人最多56盗塁に王手をかけ53本塁打55盗塁これで前人未踏の55本塁打55盗塁も視野に入ったこの日の大谷は3点を失って迎えた初回の第一打席はフルカウントから流し打ってレフト前ヒットで出塁し6試合連続安打とした3回の第二打席もフルカウントからフルスイングするとセカンドを抜けてマルチヒットを達成 するとベッツの打席で54個目の投類を成功させた5回の第3打席はカウントワンボールから打って出るもファーストゴロに倒れるしかし7回の第4打席は初球打ちから一・二塁間を破るヒットを放つ3安打猛打賞で打率3割に復帰すると直後のベッツの打席で55投類を成功させた劇的なサヨナラ勝ちは MVP トリオの2人によるアベックホームランだった 1>, 1点ビハインドの9回に先頭の大谷が同点となる53号ソロ本塁打を放つと続くベッツもさよなら19号ソロこの勝利に大谷も大はしゃぎの様子を見せた4対5とドジャースが1点ビハインドで迎えた9回裏先頭打者として打席に入った大谷はカウント2ボール1ストライクからの4球目のスプリットを強振する打球はライナーで宇宙間スタンドへ一直線 53号同点ソロ本類だとなった MLB 公式データサイト「ベースボールサバントによると打球速度114.7マイル約184.6キロ打球角度20度飛距離432フィート約131.7メートルの弾丸アーチだった興奮冷めやらぬ中続くベッツはカウント2ストライクから投じられたインハイへの100.6マイル 約161.9のシンカーをフルスイング。解き放たれた打球はぐんぐん伸びていきレフトスタンドへ飛び込むサヨナラホームランとなったその瞬間選手もファンもドジャースタジアム全体が大熱狂ベッツがホームインした時にはチームメートがホームベースを取り囲み輪になって歓迎大谷も飛び跳ねてサヨナラ勝利を喜んでいたこの試合先発の山本由伸は3回5安打4失点で KO。 試合を作れなかった初回に3安打と2四球で3点の先制点を献上2回は無失点で抑えたが3回に2安打でさらに1点を失ってリードを4点に広げられ3回79球5安打3四球4失点でマウンドを降りたプレーオフへ向けて不安を残す投球内容だった4回からドジャースは系統に入ったナショナルリーグ西地区で2位のパドレスがホワイトソックスに逆転勝ちしており ドジャースは敗れればゲーム差を2に詰められるところだったまさにチームの窮地を救った一撃大谷はさらに2投類、2得点で今季55投類、128得点とし一郎氏が2001年のマリナーズ時代に記録した日本人のシーズン最多得点記録127も更新したこれで大谷は53本類打55投類を達成し MLB 全体の本類打数でトップに立つアーロン・ジャッジ ヤンキースに2本差としたレギュラーシーズンはいよいよ残り6試合3ゲーム差の地区2パドレスと24日同25日から運命の直接対決3連戦だプレーオフ進出はすでに決まっているが3年連続の地区優勝に向けてラスト6試合を迎える9回劇的53号同点ホームランの大谷翔平は人間とは思えないサヨナラを呼んだ大谷の一発に 彼ほど覚醒していいる選手を見たことがない米カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスが中継した試合後会見でデーブ・ロバーツ監督は「9回には翔平が今までやってきたことをここでもやってくれた」「彼は今人間とは思えない」「彼ほど覚醒している選手を見たことがない」「彼は勝利を求めている」「彼と長い時間を共にしたわけではないがこれほどまでに集中している姿は想像し難いと」と 大谷の集中力に三次の言葉を並べた大谷翔平が味方で本当に良かった9回の53号で空気が一変さよなら本塁打のベッツが大谷を絶賛彼を支えるだけさ9回さよならの19号本塁打を放ったベッツは翔平が本当に味方で良かったと最敬礼だスタジアムの空気を一変させる本塁打に誰よりも驚いているのがベッツだ ドジャースの地元放送局スポーツネットロサンゼルスが試合後を行った場内インタビューで大谷について問われると翔平の一発が大きかった特にスコアボードでパドレスが勝ったのを見た後だったからね翔平が一発で力を与え私も良いスイングができたと声を弾ませた正直に言って翔平が味方で本当に良かったよ重要な局面で常に結果を残してくれる僕らは彼を支えるだけさ さよなら本塁打は打てる球が来たので本塁打にできてよかったよとさよなら劇につながる流れを振り返っているパドレスの結果を気にしないでプレーするのは難しいかと問われるととても難しい自分の仕事を果たさなければいけないがそれと同時に何が起こっているかを見てしまう今は自分にできることをやり遂げなければいけないとコメントチームをけん引する大谷についてそれはみんなが分かっていることだ最近だけではなくずっとだ チームを背負って立つために彼は7億ドルを受け取っているんだ我々は彼をサポートしなければいけないと話したチームは休養日を挟み24日日本時間25日から2位のパドレスと直接対決3連戦を迎える4連勝中で勢いづくパドレスを相手のシリーズへ向けベッツは楽しくなるよエナジーや感情もたくさん出るだろうし僕らが夢で描くのは そういうい試合をプレーすることだよと意気込んだ大谷翔平にカーショーが行った粋な演出裏で行っていた提案米一流だ50本塁打50盗塁達成の翌日本拠地での第一打席ではドジャースナインもベンチ前で拍手レジェンドサワンの粋な演出だった大谷は20日日本時間21日本拠地ロッキーズ戦での第一打席で ファンからスタンディングオベーションで迎えられた前日に50本塁打50盗塁に到達しておりチームメートもベンチの前に出て拍手を送る異例の対応裏ではクレイトン・カーショー投手がチームメートに声をかけていたという同戦は大谷が初回の第一打席に入る前には大型ビジョンで今季の50本の本塁打と50回の盗塁を振り返る特別映像が流された打席を迎えると ロッキーズバッテリーと球審が大谷のために時間を作った。ファンからスタンディングオベーションで迎えられたと同時に、三塁ベンチのドジャースの選手らもベンチ前に登場して拍手を送った。同戦の試合後、デーブ・ロバーツ監督はナインらの行動はカーショーの発案だったと説明。即興だ。クレイトンが何か大谷のためにしたかったから、私に提案してきたんだ。なので、私たちは彼を称えることにした。ホームで。 大谷を祝うことができなかったからホームのファンにも昌平を称える時間を与えることができたと話したこの異例の対応に地元メディアドジャース・ネーションは X 旧ツイッターでドジャースが彼に愛を示せるようクレートン・カーショーが忘れずにその状況を作ったこれはアメージングなことだ一流の動きだカーショーと称賛ファンも感動的な瞬間素晴らしいと反応していた大谷翔平 土壇場の同点53号に米記者が熱狂これより重要なものはないチームスクう特大1 3 2メートル弾に偉大な選手だ米国の記者はこれよりも重要なものはないと大谷の勝負強さに舌を巻いている驚きの言葉を並べたのが米国の記者たちだ米カリフォルニア州地元紙ロサンゼルス・タイムズのジャック・ハリス記者は自身の X 旧ツイッターに「 翔平大谷は今年多くの本塁打を打っているがこれよりも重要なものはないかもしれない9回同点とする53号と投稿したまた MLB 公式のドジャース版ファン・トリビオ記者も偉大な選手が重要なプレーを決めた「翔平大谷が9回に同点弾をかっ飛ばす」と驚愕米スポーツメディアジガスレチックのドジャース版ファビアン・アルダヤ記者は 地区優勝争いや順位などを考えると今季のドジャースにとって最大の打席2つだっただろうと大谷とベッツとの連続弾を振り返っている米データ会社コーディファイ・ベースボールの公式 X は大谷の同点弾について平大谷翔平が38年ぶりに到達したレジェンドの領域124年の歴史で最多の快挙。 MLB 公式のサラ・ラングス記者は大谷が本塁打と盗塁複数回を記録した試合が今季5試合目であり1986年のリッキー・ヘンダーソンと並び1900年以降で最多記録となったと伝えた大谷はこの日3回ワンナウト1塁からライト前ヒットで出塁すると続くベッツの4球目に2投に成功7回ワンナウトでもライト前ヒットを放つとベッツの打席で2投を決めた 7月25日同26日のジャイアンツ戦から32連続成功で投類成功率は93.2%だそして1点を追う9回戦闘、土壇場の場面で2試合ぶりの53号ソロ。本拠地での28本塁打は2019年のコディベリンジャー現カブスを抜いて球団新記録となった打って走って MLB 歴代1位の通算1,406投類を誇るレジェンド リッキー・ヘンダーソンの域に達した大谷残り6試合でどこまで数字を伸ばすのか注目される大谷翔平起死回生の 132m 同点53号に連休中の列島も興奮起きたらまた打ってる値千金そして起死回生の衝撃弾この劇的なさよなら勝利に3連休最終日の早朝から試合を主張していた日本人ファンも熱狂。 ベッツありがとう大谷とベッツの12番は最強なんてチームだほんとすごいな大谷翔平の同点弾ベッツのさよなら弾なんて絵に描いたようだなひまわりの種が足りねえぞホームランが全てを解決するドラマやん MVP コンビ最高フリーマンさんの出るチャンスなかったわ 大谷は主人公だけどムーキー別も主人公だった。朝起きるたびに大谷の記録が伸びてる。大谷どうなってんねん。さすがにやりすぎではわら。大谷さんがゾーンに入ったね。いや大谷さんすっげーな。止まりません。大谷さんの活躍。そろそろドン引きを通り越して、イフすら感じる。などの声が飛び交っている。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録。 高評価、コメントをよろしくお願いいたします。